開会に先立ち、本日、傍聴者から傍聴申請があり、傍聴を許可していることをご報告いたします。ただいま、14回定例会を開会します。本日、教育委員は全員出席です。今回の書面委員は、またの委員にお願いします。はい、本日の議事日程をご覧ください。日程第1、議案事項のうち、議案第24号審査請求、令和5年8月3日付に対する採決、および議案第25号審査請求、令和5年3月24日付に対する採決については、個人情報に関する案件のため、今日教育行政の組織および運営に関する法律第14条、第7項の規定により、秘密会として取り扱わせていただきたいと思いますので、決を取ります。秘密会で、取り扱うことに賛成の教育委員は挙手をお願いします、はい。全員賛成です。それでは本件については、会の最後に取り扱います。それでは日程第1、議案に入ります。本日は、議事進行の都合により先に令和7年度使用教科用図書採択についてお分かりします。それでは議案第25号令和7年度使用千代田区立中学校中等教育学校前期課程教科用図書採択について指導課長より説明をお願いします。教育長指導課長、はい、指導課長議案第26号令和7年度使用中学立中学校中等教育学校前期課程教科用図書採択についてご説明いたします。本議案は義務教育小学校の教科用図書の不詳措置に関する法律第13条の規定に基づきまして区立中学校中等教育学校前期課程の教科用図書を採択する必要があるためでございます。本年度、すでにお示ししております、教科用図書採択の事務日程に基づく、7月9日の教育委員会定例会において、教科用図書選定委員会から答申を受け、その後、7月30日の臨時教育委員会における協議を踏まえ、採択候補として本日、議案として上程いたしました。こちらの議案第26号に記載されております採択候補をご確認いただき、ご審議をお願いいたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。ただいまから令和7年度使用千代田区立中学校中等教育学校前期課程用教科用図書採択を行います。この件につきましては、7月9日の教育委員会定例会におきまして、教科用図書選定委員会から答申を受け、合わせて調査研究資料が提出されました。答申までの経過でございますが、各学校において研究会を開催し、それをもとに教科種目ごとに調査委員会を開催しました。その後、保護者代表及び学識経験者も含めた教科用図書選定委員会で協議を深めていただき、答申に至ったということです。一方、教育委員は調査研究資料及び日本本等により各自調査研究を進めていただきました。そして、7月30日の教育委員会臨時会におきまして、これらの経過を踏まえ、協議を深め、採択の候補となる教科書を選びました。採択の候補選定にあたっては、千代田区立小学校、中学校、中等教育学校前期課程教科用図書採択事務取扱い要項に関する細目に示されているところの調査研究の観点を基本といたします。その観点は学習指導要領を基準に内容の選択、構成分量、表記表現、使用上の便宜、発展補充教材の扱いです。さらに本区の児童生徒の実態や特性等へも配慮することにいたしました。それではその結果につきまして、種目ごとに採択の候補となった教科用図書を当委員会として絞り込んだ理由について説明し、種目ごとに採択の
可否を決定してまいります。まず、種目国語についてですが、三津村図書出版が候補になっています。その叱る理由は次の通りです。1点目、内容選択としては、優れた作品、文章を通して、人や社会の本質に迫るとともに、情報分析や論理的思考、他者理解、コミュニケーションなど、新しい時代に求められる国語力を培う教材が多く掲載されている。生徒にとって豊かな人生の基盤となる語彙力や言語感覚を身につけやすい。2点目として、全領域で学習の流れとポイントが明確に示されているため、生徒はそれぞれの学習でどんな力を身につけることができるか、把握することができることから、生徒が自ら学習の見通しを持ち、具体的に考えて学習に取り組めることができやすい。なお、国語については3領域とも学習の見通しを振り返りの過程が、学習の見通しと振り返りの過程が重視され、何に着目して学習し、振り返るのかを生徒に分かりやすく示されている東京書籍を支持する意見もありましたが、先ほど述べた理由などから、三津村図書出版を採択の候補としました。それでは、教育委員の方々から意見がございましたらよろしくお願いいたします。長崎委員、出ている教科書を読ませていただいて、三津村図書出版に関しては文学的な文章において想像力を刺激するような作品が多く、また説明的な文章においても生徒が興味関心を持つことができる内容を取り扱っていていいんではないかなという感想になります。はい、ありがとうございます。はい、私は三省堂と東京書籍と三津村と三つを見て絞り込んだんですけれども、三省堂は各単元の挿絵や写真が工夫されてて良いと思いましたし、東京書籍は、内容や場面に応じて使えるデジタルコンテンツが充実していました。内容や構成の面を考えると三津村図書出版がいいように思いました。ありがとうございます。他にございますでしょうか。それでは改めまして、国語の教科用図書について三津村図書出版を採択するということで、よろしいでしょうか。採択をいたします。賛成の方の挙手をお願いいたします。はい、全員賛成ですので、国語の教科用図書は三津村図書出版と決定いたしました。次に、種目書写についてですが、三津村図書出版が候補になっています。その叱る理由は次の通りです。1点目として、身の回りにある文字を取り上げた全国文字マップ、見やすさや読みやすさにこだわったユニバーサルデザイン書体や地域ゆかりの活字の書体を扱ったコラムとの用具の製造工程を紹介した各道具が生まれるなど、文字文化への理解関心を高める教材を随所に位置づけており、生徒の学びが広がりやすい内容になって、2点目、端末の書き初めマスターブックには書き初めの由来や全国の書き初め文化などが豊富な写真で紹介されており、また書き初めのポイントを3ステップで、詳しく解説されていることから、生徒は自ら考え主体的に書き初め学習に取り組むことができる。なお、書写については教材の中に手紙や一筆線の書き方、エアーメールの書き方など社会生活で必要となる内容が盛り込まれて分かりやすい教育出版を支持する意見もありましたが、先ほど述べた理由等から三津村図書出版を採択の候補としました。それでは、教育委員の方々から意見がございましたらよろしくお願いいたします。どうでしょうか。はい、佐藤委員の、はい、今回三津村図書出版さんが、候補に上がっております。でも各社とも QR コードで筆の動きの動画や補充教材などがとてもよく用意されていて、生徒が自分に必要な事項を主体的に学ぶことができるようになっていて、とても各社良いと思いました。はい、他にございます。はい、またお願いします。三津村出版社はですね、
毛筆教材では、私木や写真、擬音語、擬態語を用いてですね、筆脈の穂先の動きを把握しやすいように工夫されていて、この辺が非常に良いと思いました。はい、他にございますでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは改めまして、書写の教科用図書について三津村図書出版を採択するということでよろしいか、採決をいたします。賛成の方の挙手をお願いいたします。はい、全員賛成ですので、書写の教科用図書は三津村図書出版と決定いたしました。次に種目社会地理的分野についてですが、帝国書院が候補になっています。その主たる理由は次の通りです。1点目、単元の始めに設定されている写真で眺めるの充実した大判な写真から地域を開眼する活動、学習活動を通して単元の学習に対する興味関心を高め、学習の見通しを立てやすい。また単元のまとめとして設定した学習を振り返ろうでは、思考ツールを活用した対話的な学びを通して小説の問いに取り組み、単元の学習を振り返りやすい。2番目として、脱炭素社会への取り組みや自然災害への対策など持続可能な開発目標 SDGs に関わる題材を豊富に掲載されており、持続可能な社会の形成に向けて主体的に取り組む態度を示しやすい。なお社会地理的分野については、帝国書院と同様に掲載内容が精選されていて、生徒の興味関心を高めやすい教材が多いことや、写真の関連資料の掲載も充実している点から、東京書籍を支持する意見もありましたが、先ほど述べた理由から帝国書院を採択の候補といたしました。それでは教育委員の方々からご意見がありましたらよろしくお願いします。長崎。はい、今年度から岡沢村と中学生の派遣の交流事業が始まった僕にとっては、小笠原の写真だったり内容が充実している帝国書院がよろしいんじゃないかなと思いました。はい、他にございますでしょうか。はい、渡辺君。はい、地理的分野はですね、学習に地図の活用が欠かせないわけなんですけども、その点から言うと、地図の教科書を出している帝国書院と東京書籍の、地理的分野の教科書は生徒にとって地図を活用しやすい作りとなっているので、共に良いと思いました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは改めまして、社会地理的分野の教科用図書について帝国書院を採択するということでよろしいか、採決をいたします。賛成の方の挙手をお願いします。はい、全員賛成ですので、社会地理的分野の教科用図書は帝国書院と決定いたします。次に、社会歴史的分野についてですが、東京書籍が候補になっています。その主たる理由は次の通りです。1点目、学習課題、本文、資料、チェック&トライなど紙面の要素を、定位置に配置されているため、学習の流れが見やすく、すべての生徒にとって学習に取り組みやすい紙面になっている。また章全体を貫く探究課題を解決するために、説の問い、探究のステップが設けられていることで、無理なく課題解決的な学習に取り組みやすくなる。2点目として、内容構成としては情報量が適切で、内容が見開きページで1単位時間の授業内容を掲載されていることから、生徒が各時間で学ぶ内容をしっかりと捉え、自ら考え主体的に学びやすい構成になっている。なお、社会歴史的分野については東京書籍と同様に紙面上の定位置に年表を設けているなど、内容の表記などが分かりやすい教育出版や帝国書院を支持する意見もありましたが、先ほど述べた理由などから東京書籍を採択の候補としました。
それでは、教育委員の方々からご意見がございましたら、よろしくお願いいたします。はい、佐藤委員にお願いします。はい。発展的な内容が充実していたり、情報量が多かったりなど、各社がそれぞれ工夫をしていて、とても教科書、良い教科書を作っているなと思いました。その中でも東京書籍は内容が精選されていてバランスが良く、中学生に教えるのに適した内容を取り上げているなと感じました。ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい、水谷お願いします。各社ともデジタルコンテンツが充実しているんですけれども、特に東京書籍は導入動画が充実していて、生徒が興味関心を持ちやすくなるようにしていて、とても良いと思いました。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。それでは改めまして、社会、歴史的分野の教会を図書について、東京書籍を採択するということでよろしいか採決をいたします。賛成の方の挙手をお願いいたします。はい、在員賛成ですので、社会歴史的分野の教会図書は東京書籍と決定いたしました。次に種目社会公民的分野についてですが、東京書籍が候補になっています。その下る理由は次の通りです。1点目、教材の内容は偏りがなく適切で資料も分かりやすい。関東に地理歴史の学習を振り返り、学んだことを生かしながら公民学習に取り組めるページが設けられており、社会的事象を自分ごととして捉える公民的資質を育み、主体的に学習に取り組む意識を高めやすくなっている。2点目としまして、教科書全体を貫く5つのテーマなどに関する題材として、それらの解決に取り組む人々の姿を取り上げており、急速に変化する現代社会の中で、伝統と文化を尊重し、人権の尊重や環境の保全、国際社会の平和と発展を目指すことの重要性を意識しながら、具体的に社会に参画する態度を取ることができる。なお、社会、公民的分野については、東京書籍と同様に掲載されている分量や構成が適当で、文字の配置や色使いが見やすい点などから教育出版を支持する意見もありましたが、先ほど述べた理由などから東京書籍を採択の候補としました。それでは中級の方々からご意見を伺います。はい、はい、またね、はい、公民の学習をこれからの学習に生かせるようにということですね。特に東京書籍は教科書の巻末に高等学校の必須科目である公共で学習する内容を分かりやすく紹介しておりました。中学校の学習内容が高等学校の学習につながるよう配慮されているのがとても良いというふうに思いました。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい、水野お願いします。各社とも歴史と同様にデジタルコンテンツ、やはりこちらも充実しているんですけれども、特に東京書籍は導入動画で小学校の奇襲事項などを振り返ることなどがありまして、これから学ぶ単元の学習をイメージしやすく、生徒が主体的に学びやすくなると思いました。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。よろしいですか。はい、それでは改めまして、社会公民的分野の教会を図書について東京書籍を採択するということでよろしいか採決をいたします。賛成の方の挙手をお願いいたします。はい、全員賛成ですので、社会公民的分野の教会を図書は東京書籍と決定いたしました。次に、種目地図についてですが、帝国書院が候補になっています。その下の理由は次の通りです。1点目として、世界各州のイラスト付きの鳥瞰図を掲載されており、各州の地域的特色を体感できる。また地形だけではなく、世界各国の自然環境や生活、文化、産業などさまざまな特色がより視覚的に取り組みやすい。2点目として、地図活用の技能が身につく問いのコーナーなどがあり、学習活動を通して地理的な見方、考え方を働かせ、学習を進みやすくなっている。なお、地図については、東京書籍の拡大された地図や資料に用いられた色彩が柔らかく見やすくなっていることから、
その点も含めて検討してきましたが、先ほど述べた理由等から定刻書院を採択の候補としました。それでは教育員の方々からご意見をございましたらよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。はい、また何度も、はい、定刻書院の地図の中にはですね、歴史の舞台となった地域が城の木文字になっていて表示されておりまして、とてもそれも分かりやすくていいというふうに私は感じました。ありがとうございます。他にございますか。水谷です。はい、東京書籍定刻書院ともにデジタルコンテンツ充実しているんですけれども、特に定刻書院のジオグラフは統計資料が地図上に表示されていて、生徒が興味関心を持ちやすくていいと思いました。はい、他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは改めまして、地図の教科用図書について定刻書院を採択するということでよろしいか、採決をいたします。賛成の方の挙手をお願いいたします。はい、全員賛成ですので、地図の教科用図書は定刻書院と決定しました。次に種目数学についてですが、東京書籍が候補になっております。その下の理由は次の通りです。1点目として、基礎的な問題から発展的な問題までバランスよく掲載されており、生徒が主体的に学習を進みやすくなっている。また数学と身の回りの社会のつながりが随所に示されており、数学の有用性を実感して生徒が将来数学を役立てていくための素地を育みやすくなっています。2点目として、小学校の算数と数学の結びつきをつなぐトピック単元が設けられており、算数で学習してきた内容を改めて数学的な視点で捉え直す過程が大切にされており、小学校から学びの連続を買っている点が良い。なお数学については新興出版社経輪館が学習内容に関する見方考え方がページ内に明示されており、学習内容の方向付けが出されているため、学習を進めやすいなどの点からその点も含めて検討してまいりましたが、先ほど述べた理由などから東京書籍を採択の候補といたしました。それでは教育委員の方々からご意見ございましたらよろしくお願いします。どうでしょうか。佐藤委員お願いします。各社とも問題の取り上げ方に工夫が見られてとても良かったと思います。特に東京書籍はより細やかな単位で理解を確認するクイックチェックがあって、生徒が必ず身につけたい問題を取り上げていて、生徒自身がつまずきをより早く発見できるように工夫されていて良いと思いました。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。長崎弥生。はい、東京書籍なんですけれども、巻末に切り取って使える図形の教材があって数学的活動の充実につながると思いました。ただ一方、その切り取った後のものの管理というところがちょっと考える必要があるのかなと感じています。以上です。はい、ありがとうございます。それでは改めまして、数学の教科用図書について東京書籍を採択するということでよろしいか、採決を行います。賛成の方の挙手をお願いいたします。はい、賛成全員ですので、数学の教科用図書は東京書籍と決定いたしました。次に種目理科についてですが、東京書籍が候補になっています。その下の理由は次の通りです。一点目として、問題発見や仮説など探究のステップを言語化しアイコンで明示することで、各活動でどのような指数能力が身につくかが分かります。また探究のステップをフローチャートで示すことで、全体の中で今どの活動を行っているのか確認をすることができてよい。2点目として、学習したことを定着させたり広げたりするための QR コンテンツが豊富にあり、生徒一人一人のニーズや学習形態に対応しやすい。なお理科については、仮説や計画などを生徒自身が考える実験では、見方考え方の正解ではなく探究の足場掛けとなるヒントが示されており、主体的な思考につながりやすい新興出版社経輪館を支持する意見もありましたが、先ほど述べた理由などから東京書籍を採択の候補といたしました。
それでは、教育委員の方々からご意見がございましたら、よろしくお願いいたします。はい、長崎議員。はい、東京出版は写真やイラストの選択がよく、とても見やすく感じて、生徒の興味関心を高めやすいのではと感じています。その他では、新興出版と成人館の写真が綺麗で、必要なことが的確に載っていて良いと思いました。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。佐藤委員します。東京書籍以外にも学校図書や教育出版など表紙などの写真が工夫されていて生徒の興味や関心を引くものになっていてとても良いと思いました。特に東京書籍は内容が精選されているなど生徒が主体的に学びを進めていく上で適切ではないかなと感じました。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。それでは改めまして理科の評価用図書について東京書籍を採択するということでよろしいか採決を行います。賛成の方の挙手をお願いいたします。え、賛成全員ですので理科の評価用図書は東京書籍と決定いたしました。次に種目音楽一般についてですが教育芸術者が候補になっています。その主たる理由は次の通りです。1点目、題材ごとに学習の狙いや活動内容が分かりやすく示されている。特に音楽的な見方考え方を働かせて学習するためにこの教材で特に考えたいポイントは学びの視点を明確にしやすい。2点目として、活躍している演奏家のコラムなどが生徒にとって興味関心を持ちやすい内容になる。また、雅楽について音楽1に掲載されており、本区の1学年の生徒が鑑賞教室へ行く前に事前に学習できるためより。なお、音楽一般については、教育出版が楽曲の解説や時代背景をイラストなどを用いて説明されていて、生徒の興味関心を持たせやすい点があることから、その点も含めて検討してきましたが、先ほど述べた理由から、教育芸術者を採択の候補といたしました。それでは教育委員の方々から意見がございましたらよろしくお願いいたします。はい、はい、またのようにお願いします。採択候補の理由にもありましたが、本区では長年雅楽の鑑賞教室を1年生で行っておりますが教育芸術者であると雅楽は1年生で取り上げられておりまして事前に雅楽の基礎を学んだ上鑑賞教室に行くことができてとても良いと思いました。はい、ありがとうございます。お願いします。教育出版教育芸術者ともにデジタルコンテンツ充実しているんですけれども特に教育芸術者は教科書の、掲載されている QR コードの横にどのようなことができるかが示されていて生徒が主体的に学習を進めやすいと思いました。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。それでは改めまして音楽一般の教科用図書について教育芸術者を採択するということでよろしいか採決を行います。賛成の方の挙手をお願いいたします。はい、賛成全員ですので音楽一般の教科用図書は教育芸術者と決定いたしました。次に種目音楽器楽合奏についてですが教育芸術者が候補になっています。その下の理由は次の通りです。1点目、幅広いジャンルの練習曲が掲載されており生徒は意欲的に学習に取り組むことができる。各楽曲に演奏のアドバイスや表現方法のヒントが示されており生徒にとって取り組みやすい工夫がされている。2点目として、楽器の特徴などの知識や表現活動をするための技能を確実に獲得できるようにたくさんの写真や図版を用い分かりやすい説明されていてよい。なお音楽器楽合奏については細かい奏法の説明の後その奏法を用いた楽曲練習ができるようになっている教育出版の良さも意見として出されましたが先ほど述べた理由から教育芸術者を採択の候補といたしました。それでは教育委員の方々からご意見がございましたらよろしくお願いいたします。はい、長崎です。はい、リコーダーの運指表の部分についてなんですけれども
教育出版は三つ折りになっているものを開いて大きくして見えるって、そこはそこ大きく見えるのはいいんですけれども、音楽室の学習環境を考えると見開きになっている教育芸術者の方がコンパクトで扱いやすいのではないかなと思いました。はい、他にございますでしょうか。はい、水田さん。音楽の一般と同様に両者ともデジタルコンテンツ自立しているんですけれども、教育芸術者はこの器楽合奏の教科書においても掲載されている QR コードの横に同じようにどのようなことができるか示されてあって、そこがやっぱり良いと思いました。はい、ございますでしょうか。それでは改めまして、音楽器楽合奏の教科書について教育芸術者を採択するということでよろしいか、採決を行います。賛成の方の挙手をお願いいたします。はい、賛成全員ですので、音楽器楽合奏の協会の挙手は教育芸術者と決定いたしました。次に種目美術についてですが、三つ村図書出版が候補になっています。その主たる理由は次の通りです。1点目として、表現と鑑賞の相互の関連を意識し、一つの題材の中で、一体的に学べる構成になっており、鑑賞活動で培った造形的な視点を表現活動で生かします。2点目、技法、材料、色など美術の学びに不可欠な資料をまとめて別冊にし、いつでも参照できるようになっており、生徒の創作意欲を高めることができる。なお、美術については、表紙の絵が特殊加工されて生徒の興味関心を引くものになっているなど、海流堂出版の良さも意見として出されましたが、先ほど述べた理由から三つ村図書出版を採択の候補としました。それでは教育委員の方々からご意見がございましたらよろしくお願いいたします。はい、はい、またお願いします。三つ村図書出版はですね、仏像に関するページで手の形の意味や仏像が持っているものに関することなど、生徒の興味関心を引く内容が掲載されておりまして、とても良いと思いました。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい、佐藤委員長。はい、三つ村図書出版はバランスが良く、いろいろな題材を幅広く扱っていて、生徒の創造性を広がることにつながるように感じました。以上です。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。それでは改めまして、美術の協会の図書について三つ村図書出版を採択するということでよろしいか、採決を行います。賛成の方の挙手をお願いいたします。はい、賛成全員ですので、美術の協会の図書は三つ村図書出版と決定いたしました。次に種目保健体育についてですが、大衆館書店が候補になっています。その主たる理由は次の通りです。1点目として、急速に変化する社会の中で中学生が直面する本質的な課題をコラムや特集資料として数多く取り上げられ、また全体として共生社会や多様性を重視した作りになっており、生徒にとって興味関心を持ちやすく学びます。2点目、 QR コンテンツについては教科書に掲載されている資料を映像化し、理解を深められるようになっており、自分の興味や関心に合わせて主体的に学ぶことができる。なお、保健体育については、東京書籍が保健体育で学習する内容を SDGs の活動と関連させて掲載されており、学習の幅を広げることができるということから、その点も含めて検討してきましたが、先ほど述べた理由等から、大衆館書店を採択の候補といたしました。それでは委員の方々からご意見がありましたらよろしくお願いします。はい、水野にします。候補理由にもありましたが、大衆館書店はデジタルコンテンツに動画やクイズ、ワークシート、調べ学習に役立つコンテンツととても豊富に揃えられており、生徒の学びの支えにもなると思いました。はい、他にございますでしょうか。はい、じゃあ長崎にお願いします。大衆館書店は紙面構成、課題の提示から内容をつかみ考え、まとめ振り返るという流れがしっかりできていて、生徒にとって、見通しが立って学びやすい構成になっていると思いました。はい、ありがとうございます。で、
それでは改めまして、保健体系の協会の図書について最終勧奨点を採択するということでよろしいか採決をいたします。賛成の方の挙手をお願いいたします。賛成全員ですので保健体系の協会の図書は最終勧奨点と決定いたします。次に種目技術課程技術分野についてですが海流動出版が候補になっています。その主たる理由は次の通りです。1点目、掲載されている分量が適当で構成も良い。特に事業の基本になる製図に関する内容や安全面に関する内容について適切に記載されていて学びやすい。2点目、二次元コードを読み取ってタブレット端末などで動画を見たり示された活動に取り組んだりするなどできるようになっており学習活動に取り入れやすいものになる。なお、技術課程技術分野については教育図書が学習内容に関する写真やイラストが鮮明で分かりやすいという意見として出されましたが先ほど述べた理由から海流動出版を採択の候補といたしました。それでは委員の方々からご意見をございましたらよろしくお願いいたします。はい、佐藤委員お願いします。はい、今の説明にもありましたが、技術分野の安全面に関することですが注意を怠ると大きな怪我につながる作業も授業の中ではとても多くなるので作業中の事故や怪我の防止について丁寧に説明がされている海流動出版がいいかなと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい、長崎にお願いします。はい、海流動出版は各小項目の学習の流れとして基本的に学習の目標、学習課題、内容、チェックで構成されているため学習の流れが分かりやすく生徒にとって主体的な学習ができるようになっていると感じました。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。それでは改めまして技術課程技術分野の協会用図書について海流動出版を採択するということでよろしいか採決をいたします。賛成の方の挙手をお願いいたします。はい、賛成全員ですので技術課程技術分野の協会用図書は海流動出版と決定いたしました。次に技術課程家庭分野についてですが海流動出版が候補になっています。その下の理由は次の通りです。1点目、生徒が自分の興味関心を大事にしながら自分ごととして学ぶ導入や課題を工夫し課題を通して気づいたり考えたり理解したりすることができる構成になっていてよい。またどのような生活を目指したいか自身で考え判断していけるように技術が工夫されており具体的に学習を進めやすくなる。2点目です。二次元コードには学習の場面や効果的に活用できる動画や学習カードが豊富に揃えられており、生徒が各自に学習状況に応じて活用しやすくなっている。なお、技術課程、家庭分野については、技術課程、技術分野と同様に、教育図書が学習内容に関する写真やイラストが鮮明で分かりやすいという意見として出されましたが、先ほど述べた理由などから、海流動出版を採択の候補といたしました。それでは、委員さん方からご意見がありましたら、よろしくお願いいたします。はい、長崎お願いします。はい、海流動出版は、生活を自分ごととして捉えて、生徒がもっと問題解決学習が進められるように構成されているところがいい点だと思いました。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい、佐藤委員です。はい、先ほどの、説明にもありましたけど、他の出版社も当てはまる部分ではあるんですけども、海流動出版は使用されている写真が鮮明で美しく、生徒の興味をより引きやすくなっている点も良いかなと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。それでは、それでは改めまして、技術課程、家庭分野の協会用図書について、海流動出版を採択するということでよろしいか、採決を行います。賛成の方の挙手をお願いいたします。はい、賛成全員ですので、技術課程、家庭分野の協会用図書は、海流動出版と決定いたしました。次に、種目英語についてですが、
三村図書出版が候補になっています。その主たる理由は次の通りです。1目、QR コードが示された箇所には音声のほか言語活動のモデル映像やスピーキングのテスト問題など生徒の興味関心を高めたり学習を深めたりできる資料を豊富に収められていてよい。また家庭学習に資するよう工夫し自律的な学習者の育成につなげることができる。2点目としまして、注文や道案内といった実社会の言語使用場面で有用な表現を導入したりイベントのチラシなどの素材を取り上げたりするなどしており生徒が学んだことを実生活に生かしやすくてよい。また掲載されている帯教材に継続的に取り組むことで実社会で役立つ 即興力や自分の言葉で話す力が身につけることができる。なお英語については海流堂出版が内容の選択や体現構成がよく単元ごとに身につける力が明確に整理されているという意見もありましたが先ほど述べた理由などから三村図書出版を在宅の候補としました。それでは委員の方々からご意見がございましたらよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、はい、また見ますと、はい、三村図書出版はですね端末に英語のやり方ガイドはそのことで生徒は自ら計画を立て取り組み振り返る学習を進めていく上で良いと思いました。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい、水井お願いします。三村図書出版なんですが教科書のサイズが他の多くの出版社よりも小さめだったので持ち運ぶ荷物の中学生にとっては使いやすいのではないかと思いました。はい、ありがとうございます。それでは他になければ改めまして英語の教科用図書について三村図書出版を採択するということでよろしいか採決をいたします。賛成の方の挙手をお願いします。はい、賛成全員ですので英語の教科用図書は三村図書出版と決定いたしました。で次に種目道徳についてですが三村図書出版が候補になっています。その主たる理由は次のとおりです。1点目、教材一つ一つを独立させるのではなく、いくつかの教材が変わりながらテーマに向かって考えられるように、ユニット構成になっており、生徒がよりよく生きることについて、さまざまな観点でアプローチできてよい。また、生徒の共感を呼ぶ時代に即した内容が充実してよい。2点目、巻末に学びの記録があり、生徒はそこに毎時間の学びを書き留めて振り返りをすることができる。また一連の最後には書き溜めた振り返りを見返すことで一年間の自分の成長を見つめ直すことができより深い学びにつなげられる。なお道徳については多様な価値観と現代の課題の扱い方が良いことから東京書籍も支持する意見としてありましたが先ほど述べた理由などから三村図書出版を採択の候補といたしました。それでは委員の方々からご意見がございましたらよろしくお願いします。はい、はい、またお願いします。はい、道徳の教科書は非常にどの出版社にもいい教材があるんですけども三村出版社の教材は多様性や共生をテーマにした教材など本区の生徒に触れてほしい教材が特に多いと感じました。はい、他にございますでしょうか。はい、佐藤委員お願いします。はい、三村図書出版は各教材の初めに教材で学ぶ内容項目のキーワードが示されているほか、形と色で判別できる視点マークが入っているなど誰もが教材を共通の土台にして考えてしっかりと話し合えるように配慮されているのが良いと思いました。他にございますでしょうか。よろしいですか。それでは改めまして道徳の教科用図書について三村図書出版を採択することでよろしいか採決をいたします。賛成の方の挙手をお願いいたします。はい、賛成全員ですので道徳の教科用図書は三村図書出版と決定いたしました。以上をもちまして令和7年度使用千代田区立中学校中等教育学校全区課程
教科用図書採択につきましては、全種目全員賛成につき、議案第26号を決定することといたします。次に、議案第27号、令和7年度使用特別支援学級教科用図書採択について、指導課長より説明をお願いいたします。教育省指導課長。はい、の課長。議案第27号をご覧ください。区立の富士見小学校、あと千代田小学校と小島中学校に設置しております、特別支援学級で使用する教科用図書について、ご採択いただくものでございます。学校教育法則第9条及び同施行規則第139条の規定により、特別の教育課程による場合や、教科により当該学年用の検定教科書を使用することが適当でない場合は、それぞれの学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができることとなっております。特別支援学級に在籍する児童生徒は、その発達の状況が多様でございますので、子どもの発達段階や学習状況に適した教科用図書を使用できるように、毎年度採択をお願いしているところでございます。特別支援学級設置校で調査研究した結果につきましては、7月30日教育委員会臨時会でご協議いただいておくところであります。議案第27号についてご審議のほどよろしくお願い申し上げます。はい、説明が終わりました。ご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。特にないようですので、議案第27号について採決いたします。賛成の方は挙手をお願いいたします。はい、賛成全員ですので、議案第27号を決定することといたします。次に、議案第28号、令和7年度使用、千代田区立中等教育学校後期課程教科用図書採択につきまして、指導課長より説明をお願いいたします。指導課長。はい、指導課長。議案第28号をご覧いただければと思います。本議案は、中等教育学校の後期課程で使用いたします、教科用図書の採択をお願いするものでございます。中等教育学校の後期課程で使用する教科用図書の選定につきましては、中等教育学校、後期課程の教育課程は、生徒の実態が多岐にわたりますので、東京都立、高等学校同様、校長の権限と責任で教科書を、教科用図書を選定することとなっております。本区においては、区立、普段中等教育学校長が選定したものを、学校を設置する中等教育委員会が毎年度採択することとなっております。所定の手続きを踏みまして、普段中等教育学校の特色ある教育課程や、生徒の実態に応じて選定した教科用図書については、7月30日の教育委員会臨時会でご協議いただきました。この度、採択方法を一覧としてまとめ、議案として提出させていただいております。こちらに関してもよろしくご審議のほどお願い申し上げます。はい、説明が終わりました。それぞれ資料が出ているかというふうに思います。ご意見、ご質問等ありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。特にないようですので、議案第28号について採決をいたします。賛成の方は挙手をお願いいたします。はい、賛成全員でございます。議案第28号を決定することといたします。次に、議案第29号、令和7年度使用、千代田区立小学校教科用図書採択について、指導課長より説明をお願いいたします。教育長、指導課長。はい、指導課長。それでは議案第29号をご覧いただければと思います。本議案は、義務教育小学校の教科用図書の無償措置に関する法律、第13条の規定に基づきまして、区立小学校の
教科用図書を採択する必要があるためでございます。小学校の教科用図書につきましては、同法第14条において、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択することとされている通り、採択年度に採択したものと同一のものを採択するということになっております。小学校におかれまおきましては、令和5年度に採択替えを行っておりますので、令和9年度まで同一教科用図書を使用することとなっております。議案は採択年度に採択したものと同一の教科用図書一覧となっております。ご確認いただきまして、採択をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、今説明が終わりました。それでは本案につきまして、ご質問やご意見がございましたら、お願いいたします。よろしいでしょうか。特に内容ですので、議案第29号につきまして、採決いたします。賛成の方は、挙手をお願いいたします。はい。賛成全員につき、議案第29号を決定することといたします。これで教科書採択についての議案は全て終了いたしました。ありがとうございます。それでは、日程第2、協議事項に入ります。千代田区立幼稚園使用条例法規則の一部を改正する規則につきまして、子ども支援課長説明をお願いいたします。子ども支援課長、はい、お願いします。それではお手元の資料に基づきまして、令和7年幼稚園入園選考方法の一部の見直しにつきましてご説明をさせていただきます。まず選考の優先順位につきまして現状の課題でございます。1つ目、申し込み指数が募集人数を超えた場合の選考の優先順位につきまして、両方一体施設のみ雇用省、連携施設という理由で、それ以外の区立幼稚園、子ども園とは選考の優先順位が異なっており、区民にとって分かりにくいという状況がございます。それともう1点目です。通園区域内の居住期間が長い児童から優先的に入園できる、順位付けになっているため、長らく千代田区に住んでいながらも入園前に区内で転居してしまった児童が転居後の通園区域の居住歴が短くなってしまうという現象が起きまして、優先順位が下がってしまう例がございます。こういったところが現状の課題でございます。これにつきまして見直しの内容です。区立幼稚園、子ども園、養護一体施設の間で小学校との連携には特に大きな差はございません。各園が小学校に併設されている点も共通しているため、すべての幼稚園で選考の優先順位を統一したいと考えてございます。なお、現在保養所の、失礼いたしました、養護一体施設での幼稚園につきましては、定員に満たるような状況は、ここ5年以内ございません。まあ、こちらの見直しをしたところでインセンティブというのは特に、影響はないものと考えてございます。もう1点目、通園区域内ではなく千代田区内の居住歴で注意付けを行うということで、千代田区内の居住歴を優先させていただきまして、同点となった場合は、通園区域内の居住歴で注意付けはこちらを行うというところで、インセンティブは持っていきたいと思っております。今後のスケジュールでございますが、今回、頭出しという形で、規則の改正ですので、今回協議を行わせていただいております。次の議決の方は9月の10日の火曜日、こちらに改正を付議させていただきまして、議決を得たさせていただきたいと思っております。その後10月の7日の月曜日から令和7年度幼稚園の入園案内の配布が開始されます。申し込みにつきましては10月の25日の金曜日から30日の水曜日、選考結果の発表の内定は11月の8日の金曜日を予定してございます。合わせてその他事項といたしまして、児童台帳を電子化したことに伴いまして、世帯管理から児童ごとの管理に変更いたしました。このため、内部事務の効率化を図るために、こちらの見直しに伴う規則改正に合わせて、同規則第17条に定める第10号様式、こちら世帯用の様式でございますが、こちらを廃止したいと考えてございます。本日参考に、
新旧対象表をお付けさせていただいております。私からのご説明は以上です。はい、ありがとうございます。説明は以上です。でご質問等ありましたらお願いします。何でしょうか。年本より大きく変わるようなことはないというような説明で、はい、よろしくお願いします。これは次回議案として提出いたしますので、よろしくお願いします。それでは日程第3、報告事項になります。小鉢用事業報告及び報告会の開催につきまして、子ども総務課長説明をお願いします。はい。それでは、令和6年度小鉢用教育交流事業につきまして、資料をもとにご説明を、ご報告をさせていただきます。7月28日から28日までの6日間、区立の中学校、また九段中等の前期課程の生徒を対象に、小笠原に派遣をしまして、現地で環境学習、平和学習、文化学習を実施したというところで、その報告となります。事業の目的は、世界自然遺産である小笠原の貴重な自然、また戦争の舞台となった小笠原の歴史、また独自の伝統を築いてきた文化等を学習しまして、さまざまな体験を通しまして環境への意識を高めるとともに、豊かな人間性、また平和自然文化を尊重する態度を育成する、態度の育成を図ることを目的としました。交番2の派遣生徒でございますが、15名の生徒さんでございましたが、ここに米印に記載ございます通り、当日ちょっとインフルエンザにかかってしまった生徒が1人いましたので、行きましたのは計14名というふうになってございます。内訳は以下のございます。で、3番の事業内容でございますが、事前学習会を6月5日、それと6月29日、それから7月の19日、3回に分けまして、それぞれ、小笠原につきまして、学習、学びを深めていきまして、また、3回目には、平和自然歴史文化の3班に分かれまして、各班現地に行った時に、迷うことがないようにということで、テーマに沿った内容を学んだところでございます。これを踏まえて、7月23日からの学習というところを実施してまいりました。初日につきましては、皆様方には祝福式にもお越しいただきまして本当にありがとうございました。子どもたちもすごくいい気分で行けたんだろうなというふうに思っております。それから、1日経ちまして24時間後に、小笠原につきまして、下船後、小笠原村の教育委員会主催の歓迎セレモニー、こちらについては教育長、向こうの教育委員会の方々、また財政課長という方も来ていただいたところで、学習を交流したところでございます。それから午後は、世界遺産センター、またビジターセンター等を行ったり、夜にはナイトツアーに参加しまして、素晴らしい星空、また、小笠原のコウモリやグリーンペペ、等を観察したところでございます。3日目には、南島の方に行きまして、そちらの方に上陸を果たした写真とか、またシュノーケリング、それから、シュノーケリングをしている最中に、イルカも来たりとかしたりですね、そういったところも、さまざまな体験をしたところでございます。それから4日目には、各3班に分かれましてフィールドツアーの方を実施しました。写真の通りで文化班、自然班、平和班と、さまざまなところを 見て、さまざまツアーの活動を踏まえて体験学習をしたところでございます。夕方には、漂流ごみのビーチクリーニングということで、地元の中学生たちと協力して、海岸の清掃を実施したところです。
最終日の5日目につきましては、小笠原の海洋センターでウミガメの生態、また歴史、現状について学習をし、午後には送別のセレモニーをやりまして、15時30分、船、出港しまして、6日の24時間経った後に、竹芝の方に着きまして、解散式を行ったと、現地解散という流れで、参りました。今後の予定でございますが、現在、事後学習会を2回、行いました。その後、9月の10日、18時、には、報告会の方を行いまして、事後学習会で作成した報告書に基づきまして、教育委員会の方に報告をさせていただきたいと思っております。その報告会の現在次第でございます。こちらにつきましては、堀込教育長、また小笠原の切り替え教育長からご挨拶をいただきまして、区長にもご挨拶をいただく予定でございます。それから、各班から、15分程度、各班15分の、発表がありまして、質疑応答10分程度をいただく予定です。でその後、論評書簡ということで、教育の皆様方には、約2分程度、論評をですね、お願いできればと思っておりますので、よろしくお願いします。で、締めに記念撮影をさせていただいた後、閉会という形を考えてございますので、よろしくお願いいたします。報告以上でございます。いけないよって言ってほしい。7月23日から6日間ですね、怪我、大きなことはなく、病院は充実した子どもたちの笑顔が印象的でした。9月10日18日からその発表ということですね、ぜひ見ていただければということでございます。何かこの件につきまして、ご質問等ありましたら、お願いいたします。山崎。やっぱり欠席された生徒の方、その方ってこの事後学習とかこの報告会とかって参加される？参加していただいてます。はい、本日的にはいろいろな思いがあると思うんですけど、一応参加していただきまして、はい、発表会もちょっとどういう形になるかというところはありますが、はい、判別で発表しますので、みんなと一緒に参加してくれるものと思っております。はい、ありがとうございます。思いを言ってた。そうですね、はい、本人が希望すれば、ね、来年度可能性として、ね、考えたいと思います。はい、何ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、じゃあ続きまして、教育ローン利子補給金事業につきまして、子ども総務課長の説明をお願いします。はい、資料に基づきまして、教育ローンの利子補給金事業についてご説明をさせていただきます。この事業は今年度の新規事業ということで、現在どういう形で実施できるかといったところをある程度検討できましたので、本日ご報告をさせていただくものとなります。一番の事業目的でございますが、子どもたちが平等な教育を受けられるように、入学や在学費用等教育資金の貸し付けを受けた保護者に対して借入金の返済利子を助成して、個々の家庭環境に左右されず望む教育を受けられるということで、子どもの学びの機会を保障することを目的としております。2番の対象でございますが、子どもが18歳に達した日に属する年度の末日までに教育ローンの申し込みを行った保護者と、ちょっと等が多いので米印をつけております。まず子ども等の方でございますが、千代田区内に住所を有す、また海外に留学を行っている際等については、有したことがある教育ローンの契約者、保護者のお子さんまたはお孫さん、米印 につきましては保護者等ということで、対象となるお子さんの三親等以内に属するものということで、親であったり、おじいちゃん、おばあちゃんであったり、あとお兄さん、お姉さんといったところも含むというふうに考えております。で、制度につきましては、2つの制度で実施を考えております。丸1で斡旋融資制度というものがありますが、
区が指定した金融機関に、融資の斡旋を行いまして、区民の方々は指定金融機関から、融資を受け、区の方でそれも貸し付けに関わる利子と、保証料を全額補給するというものでございます。それからもう一つが非斡旋融資方式ということで、区民の方々が任意の金融機関において、教育ローンの融資を受けているものについて区の方で自己負担分を差し引いた額を補給するというふうな、2つの制度仕組みで、やっていきたいと思っております。でこの非斡旋融資方式というのが国の教育ローンを借りている方が主に対象になるかなと思っております。まあ、もちろんそれ以外の金融機関からお借りしている方もいらっしゃるとは思うんですが、どうしてもそこの部分、国の教育ローンを借りている方々の部分がちょっと斡旋方式だとちょっとなかなか厳しいというところもあって、ちょっと2つの方式で考えさせていただいたというところでございます。で今後のスケジュールでございますが、本日教育委員会に報告した後に9月の4日には文教福祉委員会の常任委員会の方に報告させていただきまして、9月の下旬には指定金融機関と契約を締結し、10月以降事業の周知に努めてまいります。で来年1月にはこちらの申し込みの受付を開始したいというふうに考えております。具体的な内容でございます。斡旋融資制度の方でございますが、説明しまして、私立学校等の学費及び海外留学資金融資斡旋事業ということで、事業名は、してございます。ただ当然あくまでもいろいろなことに関する費用の助成といったところでございまして、別に私立学校や、それ以外の、留学の費用、また塾であったりといったところについてはこれは対象とさせていただこうと思っております。対象者につきましては、各社、先ほど申し上げた通りで過去には区内に引き続き1年以上住所を有している方、過去さは、区民税を完納している方、ただし課税されていない非課税世帯の方はこれに限らない。それから、金融機関が指定する保証を受けられることということを要件とさせていただこうと思っております。続いて3番ですが、借入金融機関及び対象となる融資ということで、この証書貸付というふうに記載しておりますが、これ具体的な契約書で契約している借入契約というものとなります。ここについては区が指定する金融機関から融資を受けた方々ということで、先ほど言った通り私立学校の入学金や年間の学費、また、施設費等の、教育機関に納付する資金、また海外留学の場合、一応今のところ1月以上行かれる方を対象にさせていただこうと思います。で4番の融資条件ですが、融資額は1万円単位としまして10万円以上から、400万以下とさせていただこうと思っております。で融資の利率は固定金利と括弧3のもので、記載しておりますが、融資実行時点での固定金利とさせていただこうと思っています。それで、括弧4で、これ利率の方でございますが、日本銀行が公表する短期プライムレートに、1.0% を加えたものとさせていただこうと思っています。で今年度は、短期プライムレートが 1.475% というふうになっておりますので、 1% を足して 2.475% にさせていただこうと思っています。このパーセントで、短期プライムレートをなぜ使うというと、住宅ローンの、利子を決める、金融機関が住宅ローンの利子を決める基本のパーセンテードというふうに聞いてございます。でここに、まあ、各社今競争して利率下げたり上げたりといったところをやっているというものだそうです。それから、償還期間融資を受けた人から、7年以内というふうにさせていただいて、繰り上げ償還もできますよというふうにさせていただきます。
で、利子の補給期間ですが、各年の1月から12月年間の支払い利子及び保証料に対して利子補給をさせていただくというふうに考えております。でここの関係図としまして、区と申し込み者区民の方と金融機関、になります。で1番でまず金融機関と区の方で、契約を結びまして、その後区民の方から、このあっせんを申し込みいただいて、要件を満たしていればあっせんを決定いたします。その後区民の方から、金融機関の方に融資の申し込みをし、審査融資決定されましたら、お金がそのまま流れていくと。でその分、区民の方は金融機関に返済をしていきます。でその支払いを確認させていただいた後、区の方から区民の方々にそこで利子を補給していくという流れとなります。これが斡旋方式の流れとなります。でもう一つが、非斡旋制度法ということで、ほとんど大きく中身としては変わらないところでございます。でここの対象機関のところなんですが、日本政策金融公庫、これがあの国の、教育ローンをやっているところとなります。もしくは区の区域内の本店支店を有し、金融庁が銀行業の免許を付与した金融機関、金融機関ですので当然金融庁が許可しているんですが、それから、金融庁が銀行免許によって業態をその他とした銀行ということで、ネットバンクをこれで OK にしているというものとなります。さまざまな、金融機関から、教育ローンを借りている方々を、対象とさせていただきたいと思っております。利子補給条件といったところで、ここが先ほどの斡旋方式と少し違うところとなります。この3番のところが一番大きいところで、この自己負担分を差し引いた額と記載をさせていただいてますが、斡旋は頑張って自己負担を設けないというふうにさせていただこうと思っているんですが、他区で実施している教育ローンの利子補給金が大体自己負担を設けているといったところもありますので、こちらについてはちょっと自己負担を月500円、1年間ですと6000円といったところをご負担いただくというふうに考えております。ただ、もし利子が10万以上いってましたらば、それは区の方で負担を見させていただくというところでございます。で大きく利子補給期間も変わりませんが、ちょっと必要書類につきましては、さまざまちょっと提出の方をお願いしたいと思っております。で関係図でございます。区と、区民の方と金融機関という流れですが、区民の方が金融機関に融資の申し込みをして、審査融資決定後、お金が入ってきて、それでお金を返済し始めると。で区民の方はそれを払いましたらば申請申し込みをしまして、区から区民の方に利子を支払うという流れでございます。ここに関係性なしといったところなんですが、区から金融機関に本当にこの方が契約しているのかどうかといったところは、当然金融機関は個人情報の保護の教えてもらえないといったところが少しリスクがあるかなというふうに今考えているところではございます。ただ大きくは多分、この流れで、教育ローンの利子補給金事業をさせていただきたいというふうに考えております。大まかでございますが、説明は以上でございます。はい、ありがとうございます。これについて何かご質問ございますでしょうか。斡旋と非斡旋金職員の今日そのキャラクターをすいません、全体の枠っていうのは、金融機関が決めるんでしょうけど、大体大枠があるんですよ、どのぐらい。ですね、上限ですね、枠、個別じゃなくて全体。全体ですね。空全体としては今、予算では2400万ほど予算を持っておりまして、その中で、大体100名程度の方々が、最大利用してもなんとか持つかなというふうには思っております。ちょっと本当に実際金融機関の方々に聞くと、
ちょっと区民の方がどれだけ利用してるかっていうのはやっぱり教えていただけなくて、そこがちょっとあのなかなか難しいところで、で、まあ、これを機会に使っていただこうっていう方々が出てきてくれると大変嬉しいかなというふうに思っております。他にございますか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、このデッキあの斡旋とか冷やすキャラクターを職員が募集して、はい、その今日表彰式はい、やらせていただきました。あのまたちょっとそれをあの後日、また今度はい、はい、なかなか可愛いキャラクターを作ってくるんだ。はい、じゃあ次行きましょう。続きまして、これはね、ユークロもなって、夏休み期間中の小学校体育館開放授業につきまして、子ども総務課長、説明をお願いします。はい、ちょっと今年度、施行で始めた事業でございます。夏休み期間中の小学校を、まあ、あの冷房を効いた環境でございます。あの7月末から暑さ指数が、まあ、31を超えて、もうほぼほぼ毎日熱中症アラート警報は多分皆さんにメールなどで届いているかなとは思いますが、発令されている状況と、でまあ、公園また学校の校庭がまあ屋外で遊べる状況ではないといったところが懸念されまして、まあ、今回施行で、区立小学校の体育館を利用しまして冷房の効いた環境で体を動かす場所ができることを、提供していきたいというところを目的としております。で実施期間でございますが、8月8日の木曜日から、今週金曜日までの平日で、時間を、いろいろ調整したんですが、午前9時から10時半の1時間半の間で、今回は実施をさせていただきました。それから実施場所でございます。実施場所4個九段、お茶の水、千代田、昌平の4個でございますが、夏工事をやっている場所であったり、あと泉がですね、まあ、子ども園であったり学童クラブであったりでも体育館を取り合っているような状況でございましたので、ちょっとそちらについては見送りをさせていただきまして実施をさせていただきました。それから、対象でございますが、今回は小学1年生から6年生までとさせていただきまして、ちょっと様子を見ながらではあったんですが、8月8日から16日までは保護者同伴を利用条件としておりましたが、19日以降は利用条件を緩和しまして、4年生から6年生まではもうお子さん児童だけでも大丈夫でしょうという形で、やらせていただいたところでございます。現在の実績でございますが、先週末の状況でございます。お盆期間でございましたので、8日から10、まあ、16日台風もあったこともありましてなかなか、伸びなかったんですが、21日ぐらいから、結構人が今来ておりまして、本日も、千代田署は6名来たという報告でございましたので、まあまあ、少しずつやっぱり後半になって、千代田区に人がお子さんたちが戻ってきてるんだろうなといったところもありまして、現在、少しずつ人が増えている状況かなというふうに思っております。説明は以上でございます。ご質問ございますでしょうか。よろしいですか。はい、では続きまして、教育委員会室のカメラ制御機能の配備につきまして、子ども総務課長、説明をお願いします。はい、はい、教育委員会室のカメラの制御機能配備ということで、今こちらの教育委員会室に設置しているカメラでございますが、制御機能を追加しまして、カメラが自動で発言者を捉えて稼働することにより、今あちらの職員の方でカメラをいろいろ動かしているんですが、作業期間は先週末に行わせていただきまして、作業内容としましては、カメラに制御機能を加えるといったところで、季節のマイクで設定された、要は音が出ているエリアの発言に対応して、カメラが発言者を捉えられる機能を追加しました。でカメラが、プリセットって言ってもよくわかんないんですけど、呼び出しは発言者が一定の時間以上発言した場合に、
行うことができます。で、それを呼び出すタイミングが3秒以上の発言で、あのカメラがシュッと、はい、向かってくるというところでございます。でなおかつ従来の操作方法に戻すことができるようにオンオフ機能もありますということで、運用開始につきましては、ちょっと今試しでやっておりますが9月の10日の教育委員会の定例会から、開始をしたいというふうに思っております。説明は以上です。はい、次、続きまして中学生進学前プログラムの改定につきまして子ども支援課長ご説明をお願いします。それでは資料に基づきましてご説明させていただきます。千代田区の子どもたちのための就学前プログラムの改定につきましてご説明をさせていただきます。目的でございますが、こちら平成25年3月の策定以降、保育所保育指針や、幼稚園の教育要領さまざまな、要領の告示や改定また新たなスタートプランの策定などを踏まえまして基本的に策定したときと考え方は変わらないものの、目指す子どもの育成を行う4つの取り組みというものを新たに策定いたしまして、合わせて実践事例を通してより詳しく解説するために2つの冊子に分類し、こちら千代田区の子どもたちのための就学前プログラムを改定したものでございます。改定の経緯です。令和3年度に、就学前プログラムの策定委員会を開催いたしまして、3回ほど実施しております。この中で保育従事者や策定員のアンケートの実施などを行いました。令和4年度は策定委員会を6回開催いたしまして理論編を作成しております。令和5年度につきましては策定委員会を3回作業部会というものを3回開催いたしまして実践編を策定いたしました。令和6年度、本年度でございますが、こちらの完成した、就学前プログラムの印刷を行いまして、配布と合わせて、プログラムの推進及び実践をしていきます。配布予定の一覧は後ほどご説明させていただきます。なお、こちらの冊子でございますが、保育者等のハンドブックのため、一般配布は行わない予定でございますが、希望者には概要版というものをお渡しさせていただきたいと思っております。またホームページで周知動画とリーフレットのリンクを9月の中旬から10月末に掲載する予定でございます。今後のスケジュールです。では6年度フェーズ1といたしまして基盤作りで航空連絡会などを活用し施設長の顔合わせや、各園の取り組み小学校のスタートキャルカリキュラムの紹介などをさせていただきたいと思っております。令和7年度はフェーズ2といたしまして、検討と開発として学校区としての共通アプローチカリキュラムの必要性などを検討していきたいと思っております。では8年度にはフェーズ3として実証と検証としてこれまでの成果と今後の推進の方向性の可能性方向性の決定などを決めていきたいと思っております。配布につきましてはこちらになっております。もうすでに、航空連絡会など始まっておりまして、実際にお渡ししている分が含まれておりまして、こういった端数の表示となっております。概要版につきましては、ご希望者に渡せるように、各園等に10部ずつおよそ配布してございます。詳細の説明につきましては、すいません、小さいんですが、こちらの通りです。お手元に今回、就学前プログラムを配布させていただいております。A4 版と A5 版と概要版です。A5 版につきましては、実務保育者が使いやすいように小さくしただけのものです。概要版はこのプログラムを概略して、作ったものでございますので、本社のご必要、お荷物になってしまう場合は、同じものですので、大きいもの、小さいものを選択してお持ちいただければと思います。私からご説明以上です。はい、ありがとうございます。ご覧いただきます。今何かご質問があったら、よろしいでしょうか。まだ見られてない。またご覧になってから、何かご意見、ご質問ありましたら、お願いいたします。続きまして、
区緊急保育施設の提唱につきまして、子育て推進課長、お願いします。区の推進課長でございます。それでは区の緊急保育施設の閉所につきまして、ご報告します。こちらの施設、平成28年度より区の緊急保育施設として運営してきましたけれども、昨今の保育需要などからですね、閉所する運びとなりましたので、本日ご報告をするものでございます。閉所の施設でございますけれども、萩町にございますグローバルキッズ神戸駅前保育園でございまして、旧今川中学校の1階に、ある施設でございます。定員40名でございまして、8月1日現在15名在籍をされてございます。閉所の予定ですけれども、令和8年3月31日ということで、まあ、来年度いっぱいの閉所ということになります。閉所に至るまでの経緯でございますけれども、この施設ですけれども、平成28年4月に、まあ、区の待機児童対策として緊急的に整備をいたしまして、まあ、5年間の期限付きというところで運営を開始してございます。その後ですね、5年の、まあ、期限を迎える前にですね、まだまだ保育需要が取れることがなかったという、令和元年に、令和7年度末までの5年間運営を延長してございます。で、このことですね、まあ、来年度期限を迎えるにあたりまして、改めて現在の保育需要を鑑みまして、まあ、事業者とも協議を重ねてきましたけれども、緊急保育施設としての役割、これは達成できたというふうに思っておりまして、当初の予定でございますけれども、当初の予定通り、令和8年3月31日をもって閉所するという運びになったものでございます。閉所しますよという旨につきましては、まあ、既に入園案内とかですね、まあ、ご案内をしているほか、ここに通われている保護者さんにつきましては、事業者さんからですね、伝えさせていただいているところでございます。で、まあ、影響を受けます児童いましては、今通われている0歳から3歳児までの方になるかと思いますけれども、まあ、閉園までですね1年半、ございまして、まあ、時間も、まあ、まだあるというところもございますので、もし問い合わせとございましたらですね、まあ、スムーズな、転園が進みますようこちらも丁寧にご案内をしていきたいと考えております。転園につきましてはですね、まあ、昨今の保育需要に照らしまして、かなり認可保育所も入りやすい状況になっておりましたりですとか、またこちらの施設、認可外保育所というところで、転園に際してポイントアップもする制度もございますので、比較的転園はしやすいような環境にあるのかなというふうに考えているところでございます。ご説明は以上でございます。はい、ありがとうございます。はい、ご質問等ありましたらお願いいたします。じゃあ、長崎に。来年度いっぱいということで、はいはい、来年度は、まあ、閉まるの前提で、はい、新規地、未就学児を募集はするんでしょうか。はい、そのように言っておりま す、はい、じゃあまた、はい、この加地町2丁目の周辺というと、他にこういう保育所ってのはあるんですよね。三倉橋っていうか区境のところにあるのかな。そうですね、ちょうどそうです、今川橋のたもとというかですね、ところにちょっとあります。周辺の保育所、ちょっと今調べさせていただきます。すみません。わかりました。すみません。ちょっと調べてみます。今日はその保護者等が困らない、このね、保護者が困らないような形ということですよね。はい。1年半内でそこがちゃんと保障されるかって、はい、まあ、比較的通いやすいところにですね、ご案内が、まあ、できるようにです。ご案内していきたいので、それはまた引き続きちょっと、はい、調査させて、すみません。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは続きまして、令和6年度千代田区立小学校陸上記録隊につきまして、学務課長説明をお願いします。小学校の6年生対象とした陸上記録会を、9月11日に開催いたします。会場が9時半で、9時50分から開会、4時20分に開始予定でございます。会場は、オリンピック・パラリンピックを行われた新国立競技場ですね、そちらの方で、まあ、オリンピックレガシーを体験していただく、子どもたちに体験するという目的で、まあ、授業の一環として児童の記録を取るというような形での開催を想定しております。
記録会の種目といたしましては、50メートル走、100メートル走、あと100メートルリレー、はい、この、4人で走る、まあ、400メートルです、ね、のリレーを実施します。100メートル走については、公式に映像撮影で記録を取るというような形で、メインスタンドですね、会場にメインと、まあ、裏側と両方で100メートルと50メートルを走るというような形を想定しております。29日、開会式、このところは本当に学校を中心に開会式を行いまして、10時20分から競技ですね、お昼までかかりますが、50メートル走が5人ですね、100メートル走が6人です。で、午後にリレーを行いまして、その後表彰式です。保護者につきましては、見学可能という形にしておりまして、現在、まあ、各ご家庭から観覧人数の把握をさせていただいて、観覧者はこう確実に観覧者だということが分かるように、学校別の色別のリボンを配布して、それをつけていただいて、まあ、不審者の侵入がないような、安全に開催できるような形を考えております。教育員の皆様にも先ほどお配りした入場証ですね、そちらの方を関係者の私たち職員も含めて、それをつけて入るという形を考えておりますので、当日は忘れないよういただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。来年度につきましては、こちらの国立競技場が世界陸上開催のために、あとデフリンピックですね、かなりの期間、もうほとんど4月から12月ぐらいまで、年明けまでですね、会場が使えないということで聞いておりまして、まあ、来年度については、まあ、その世界陸上を観覧するですとか、まあ、以前、実施していた外堀グラウンドで、まあ、実施するというところを、まあ、学校側と協議しながらこれから検討していきたいと思います。で、会場なんですけれども、こちらが、国立競技場 でここのところが、国立競技場の駅ですね。でこちら側が千駄ヶ谷信濃町という形で、こちらから入場していた入っていただきます。学校関係者、教育員の皆様こちらから で保護者の方はこちらの方から入っていただく形になります。お席ですけれども、こちらから学校、子どもたちもこちらから入ります。で、指導課の指導主事こちらで待機しておりますので、こちらから入っていただきまして、ですね、この白いところですね、こちらが左右にこう子どもたちが学校ごとに入るような形で、ここは教育長、区長、あと教育員の皆様に入っていただくような形を考えております。で、保護者についてはここの青いところですね、こちらに、まあ、席自由という形で入っていただく形を想定しております。で、ここはメインスタンドで100メートル走、腰にゼッケンをつけて、まあ、本当にオリンピックと同じような形でこう走るっていうところですね。で、このバックスタンドの方では50メートル走、で、両方ともこちら側をスタートとして、まあ、こちらに向かって走るというような形です。保護者の方に向かって走るという形を想定しております。ご質問ございますでしょうか。はい、はい、長崎です。すいません、何点かあります。まず1点目、雨天のところと、はい、あとその保護者の入場チェックっていうのがどなたがなさるのか、はい、その日本を忘れた方への対応をどうするのかっていうのと、あとこれ100メートル走はなんか入賞車をっていうのは表彰ってありますけど、全自動のタイムを測るのかとか、その辺教えてください。はい、3点お願いします。はい、各部長です。まず雨天ですね、雨天の場合は中止という判断をさせて
ただく予定です。まあ、中止の基準というのは、まあ、台風ですとか何か災害があったり、まあ、そういったそうですね、雨のこの度合いにもよりますので、前日の18時までに判断をして、でそこで判断できない場合は、まあ、いつ判断するかという判断をそこで行ってというような形で、教育委員会から各学校に連絡するという形を考えています。あとは、保護者の確認ですけれども、学校関係者ですね、職員がこの保護者の入り口のところに立ちまして、それでリボンの色を確認して入っていただく。ただ忘れたという方がやっぱりいらっしゃると思うので、リボンをご用意しまして、まあ、学校の職員が名前書いていただいて、本人がある程度こう確認をしてっていう形で対応するようなことを考えております。あと、入賞者ですね、100メートル走、1位から6位までの入賞者を表彰する予定でおりますが、全員の記録は取ります。全員の記録を取って後日学校の方に記録をお送りするという形で、100メートルは50メートルできないんですけど、そんな種目ない。100メートルは星のあれで全部自動的に全部やれるからできるってことね。それ人力では難しい。ありがとうございます。来賓としてはいないんでね、来賓はね、これ事業の一環としてやるんで。ご案内は区議会議員の皆様にご案内は差し上げておりますので、保護者の入り口の方から入っていただいて、まあ、一応ここの辺りをご用意しますが、まあ、どこでも入っていただけるような形を考えています。他に質問ございますか？はい。はい、水谷さん。はい。これは毎年これからやるという前提で、はい、来年は、世界陸上があるからやらないという。そうですね。今のところは、はい、とりあえず一回やってみてですよ、ね。そうですね。ありがとうございます。佐藤委員の、はい、今の国立競技場にあるかわからないんですけど、以前はオーロラビジョンがあってそこにみんなこう映ってたんですけど、それはありますか？走るときにオーロラビジョンで誰々さん何コース誰々っていうと、それを全部こう映してたんですね。記録なんかは出るんだ。記録は出ると思います。オリンピックと同じような形なので、全員が走っているところが映るんですかね。個人一人一人大きなテレビ画面です。画面はあります。画面もお借りして、はい、借りてるはずです。お借りして保護者席から結構遠いので、いつ自分の子供が走っているかとか全然わからないので、こちら側のが映ると、はい、一緒に1回しか映らないオーロラビジョンなので、はい、とても記念になる。そこで走るのはこちらとこちらにありますので、ただそれ映すのかどうか聞いてみないと。はい、映します、ね、ただ一人一人ってほら出発の時にさ全員が、あ、そうですね、うん、はいはい、知れば、そうですね、スタートの時の案内ですかね、ちょっとどういう、はい、そうです、ね、ちょっとそれを、はい、どういう形で映すかっていうのは、はい、お願いします。あれアナウンスって誰かいるんだっけ？では一連誰だとかそんなアナウンスはしない。そうですね、名前までは読み上げることは、はい、そうするといつ走るかわかんないっていうこと。プログラム順で、プログラムするんだ。プログラムといいますか、何番に走るっていうのは事前にお知らせできるかと思うんですけど。はい、すいません。じゃあ、それでちょっと。何しろ第1回目のことになります。しばらくやってなかった。これ、連合陸上と違うよってことを言っとかないとですね。勘違いされる方がいます。陸上記録会、事業の一環としてやる、あくまでもそういうことを進めていきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、じゃあ次いきます。続きまして、いじめ不登校適用指導教室の状況報告月につきまして指導課長説明をお願いします。はい、指導課長です。それではまず令和6年7月末の、段階でのいじめ不登校状況室の状況について、報告をさせていただきます。
まずいじめについてですが、6月からの継続事案としましては10件ございます。で、7月で解消が2件ございました。で、7月の新規として3件ですので、7月末で未解消としましては、こちら13件になります。で、令和6年度、全体としての累計としましては、まず22件という形になります。続きまして真ん中の不登校の数については、小学校では、14件、中学校、中等教育学校で33件ですので、合計、47件となります。2学期始まってますので、中等教育学校は今日から始まりまして、9月、来週から、小中学校始まりますので、引き続きですね、児童生徒に対してしっかり連絡取って、サポート、支援対支援をするよう、依頼をしているところでございます。最後、一番右側の白鳥教室の利用条件につきましては、7月の、新規登録者が2名増えています。で、7月末の登録者数として24名となりました。こちらも、昨日からも、2学期分がもうスタートしております。1週間ちょっと前倒して始めさせていただいております。すでにもう、何名か新たに登録というところで入ってきております。これまたの学校等々のですね、情報共有しながら、進めてまいりたいというふうに思っております。本件については以上でございます。ありがとうございます。1学期のも出ますか。はい、それを続けて、じゃあ続けて、はい、こちら、1学期分の、いじめと不登校の、状況について、の報告でございます。こちら、まず1番ですが、こちらいじめの対応についてです。令和6年の4月から7月末現在で確認している、先ほど申し上げました22件のいじめの対応についてまとめたものというふうになります。最も こちら見ていただくと、最も多いのが、冷やかしやからかい、悪口や嫌のことを言われるというのが最も多く、次が、軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり蹴られたりするというような、形になっております。こちら複数の回答がありますので、合計22とはなっていないところです。続いて、下行きまして、不登校児童生徒の、欠席の理由についてでございます。これも、令和4年、令和6年の4月から7月末までの、間で欠席日数の合計が30日を超えた、いわゆる不登校児童生徒47名ですね、の欠席理由をまとめたものとなっております。こちらも複数回答となっております。で、この中で見ていただくと一番多いのがこちら、学業の不振と、生活リズムの不調です。こちらそれぞれ欠席が9名ずつというふうになっております。結構ばらつきが様々ありますので、しっかりそのあたり背景捉えながら、一人一人に応じた支援ができるように学校ととも連携を図ってまいりますというふうに存じます。本件の報告については以上でございます。今日数字的に何かご質問あったら、また個別についてちょっと閉会の今日やりますので、よろしいでしょうか。とりあえず個別のテーマから閉会後にちょっともし何かあれば、じゃあ次に続けていきます。日程ダイヤですね、その他事項にあります。教育委員会行事予定表広報千代田9月5日号広報教育広報駆け足第134号のアポイントをして、この部総務課長説明をお願いします。はい、それでは、行事予定表と広報千代田につきましては、ちょっと合わせてご報告させていただければと思います。本日8月27日から、また9月の6日には、水泳記録会と、また先ほどご報告させていただいた9月11日の陸上記録会、それから、9月14日には九段中等の九段祭り、
それから、9月の29日からは妻恋の自然体験交流教室等々を実施しているという状況でございます。あの夏休み終わって、早速さまざまな行事の方が行われるという状況でございます。それから広報千代田の方でございます。9月の5日後につきましては、児童家庭支援センター、4件学務課が就学時健康診断1件、他は、21件が文化振興課、また、障害学習スポーツ課の各種事業のお知らせというふうになってございます。とりあえず以上でございます。はい、以上につきまして何かご質問ありましたらお願いします。また各課から追加とかいうことは大丈夫でしょうか。あとじゃあ架橋もやらせていただいちゃって、はい、架橋お願いします。はい、はい、続いて架橋の方でございます。次号が、134号ということでちょっと見ます。12月6日に、発行する号ということで、例年ですとあの運動会の特集をさせていただくところでございますが、今回あのすみません、新規の事業で先ほど申し上げたあの教育ローンの利子補給金制度をですね、一面にさせていただきまして、それからあと地域学校の共同活動の方をさす、掲載の方をさせていただければと思っております。それから2面につきましては、小川千代の、交流事業の方、それから特色の教育、あと教育委員会の開催状況という形で、ちょっと例年とは少し違った形で、の冬の架け橋を発行させていただければと思っております。説明は以上でございます。はい、ご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは給付金からの情報提供ということです。ここ終わりましたらちょっと休憩5分ぐらいしてもらって、日程第一の議案に移りたいというふうに思っていますので、ちょっと、はい、どうぞ。あの先ほどマナオ委員からですね、はい、ご質問いただきました。あの周りに保育所はあるのかあるのか、はい、あの周りにですね認可保育所などがあのございまして、問題ないかと思っています。詳しくはあの、配らせていただいておりますあの就学前プログラムの議論編の44ページ、まあ、保育所の一覧表が載ってございます。あのそこを後ほどご覧いただければと思っています。了解しているのは、区境にありますよね。はい、あと、泉橋のところもありますよね。そうですね。泉橋のところには、清河保育園さんがありましたりとかしますので。あと前、前、西口商店街もありましたよね。西口商店街。うん。なかったな。そうですね。見学に行った記憶があるんだけども。ベアさんとかですね。あの種種ございますので、うん。はい、ありがとうございます。はい、以上でございます。ありがとうございます。はい。では、委員さんからの情報提供ということで、何でございますでしょうか。じゃあ、長崎。先日、お茶の水小学校幼稚園、訪問させていただいて、まあ、新しい校舎が建って、そこを、それか、なんですか、順調に滑り出しているなっていうのは感じているんですけれども、幼稚園、今、やっぱり給食提供が、今はお弁当というふうに、この前もお弁当、ちっちゃなお弁当を可愛らしく食べているのは見れたんですけれども、給食っていうのは、どんな感じで進められるか。そうなのかちょっと聞かせていただけたらと思います。はい、はい、じゃあ学務課長お願いします。はい、幼稚園 の給食についてはこれまでも幼稚園のあり方今後の方向性というその検討を進めてきている中でそれについては検討はしているところなんですけれどもお茶の水幼稚園につきましては今後いろんな形で幼稚園がどういう形になっていくかというところありますけれども、例えば保育が必要な状況とか、そういったことも見据えて、給食を実施できる施設を整備しています。で、そういったところで、そういったことと、あと
子育ての2部調査っていうのを、今年の1月から2月にかけて、実施したところなんです。その結果が、今年度出たところなんですけれども、やはり幼稚園には、長時間の保育であったり給食を求められていることが大きいということや、あと茶の水幼稚園の保護者から給食実施の要望書のようなものが今年度出てきたことであるとか、あと他の給食を実施していない3位、ね、そういったところに PTA の方にお話を伺ったところ、やはり給食を実施してほしいというご意見もありましたので、今回、あり方というのも検討は進めている中ですけれども、給食については先行して来年の当初から始められたらいいなというところで考えております。ありがとうございます。なんか各園回ってお弁当の良さがあるんですけれども、やっぱり給食を食べてる子どもたち、そのちょっと苦手なものでも頑張って先生とか周りのお友達に励まされて食べてたりするのを見ると、やっぱり食育とかって給食の方が園としてはやりやすいんじゃないかなっていうのをすごく感じるので、ぜひ早い実施を、よろしくお願いします。国に関して何か委員さんからお考えしたか、何かご意見等ありましたか。じゃあ、はい、今お茶の水と他の園もっていうことでお話伺ったんですけど、お茶の水はもう設備が整っているので、やり方によってはこう早くできるのかなと思うんですが、他の幼稚園でももし希望とかいろいろありましたら、やっぱり先ほどの長崎委員の意見じゃないけど、やっぱり食育に関しても嫌いなものでもどんどん食べたり、あとやっぱり保護者の負担がとても大きいので、できればどんどん給食に移していっていただけたらいいなと思うので、ご検討いただけるとありがたいです。はい、課長です。はい、やはり保護者にもお話を伺うと、食育の観点から給食の実施を求められる声がまだまだございました。で、他の園についても実際こう給食の提供をする方法ですね、どういったことがどういうふうにしたらできるのか、またちょっとやはりこう大きな整備が必要になる可能性もございますけれども、そこのところを少し具体的に検討していけたらいいかなというふうには考えています。はい、これから水谷。はい、やはり地元の方から幼稚園教育にはとても魅力を感じるんだけれども、そのやはり保護者の負担が多くなるということで、幼稚園には入らずそのまま保育園を継続しますっていう親御さんのお話を聞いたことがあるので、せっかく検討いただけるっていう検討したけれどっていう方のご意見を考えると、ちょっとでも保護者の負担を減らして幼稚園に入ってもらいたいなと思いましたので、ぜひご検討お願いいたします。はい、やはり食育の面と、あとやはりお弁当を毎日作る保護者忙しい中で、そういった負担っていうのも少なからずあるかと思います。で、ちょっとそこ給食の提供というのは難しいかもしれないんですけれども、それまでの間出来合いのといいますか、お弁当ですね、そういったものの提供ができるかどうかというところについても検討していきたいと思っています。はい、できるだけ委員さんの中で、他にございますか。よろしいでしょうか。はい、本日長時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。これで閉会いたします。